こんにちは、浜根先生です。つけペンで書くアルファベット、ひらがな、漢字の動画です。カリグラフィー用のペン先ミッチェルを使います。ペン軸に刺して、こちら不透明水彩の具で書いています。本格的な書体はちょっと難しいので、すぐに書けるものを紹介しますよ。最後までどうぞお楽しみくださいね。まずはアルファベットを書いていきます。こちら何体ということはないのですが、このカリグラフィー用のペンを使うことで、太さと細さのメリハリが出ます。当たり前なんですが、ペンの幅がありますので、鉛筆やボールペンとで書いたものよりもボリューム感が出ます。ですから手帳などの本文に使うというよりは、何かのタイトル周りに使うといいですね。何か原稿を作るために、スキャナで撮るためのものを作るというのもいいですよ。次は数字です。数字もどっしりしっかり書けると、まあ何かの機会にきっと役に立つのではないでしょうか。こちらはアレンジです。先ほどのアルファベットをつなげて書きます。つなげるコツは C のように文字そのものが伸びるものもあるんですが、D のように伸ばすところがないからとりあえずシャーッと横に流す線を書くというやり方です。ぜひ、これは鉛筆でもできることですので、ご興味ある方はお試しください。つけペンでひらがなも書いてみましょう。高さだいたい5ミリぐらいで書いています。ひらがなのフリーフォント、便利なものたくさんありますが、まずは手書きできるといいのではないでしょうか。例えば、手書き原稿をデジタル処理して SNS 発信に使ったり、パッケージデザインに入れたり、などできます。SNS 発信やお仕事では特にないよという方でも手帳に使ったり、何かご家族のお名前を書いて飾ったりというように、とにかく手書き楽しむために書いているでもいいのではないでしょうか。たまにこうやって取り組んでみると、なかなか書くという行為自体が楽しいところだなというふうに感じました。もう要は人生長いですから、手書きというのを人生に取り入れて、まあ高度な暇つぶしという考えでも十分楽しめます。漢字も書いています。小学1年生が学ぶ程度のものです。漢字、画数が多いと書ききれないんですよね。このペンの幅は1ミリはないんですけども、細かなものは書けません。ですので、もし細かな漢字を書きたいときは、大きく書くようにしましょう。撮影の角度を変えてみました。ちょっと早回ししてるので見にくいと思いますが、このペンの薄さがいいんですよね。今回使っているミッチェルというのはイギリスのものなんですが、大変に使いやすく、ペン先自体はそんな高くないので、いいなと思った方は、もう Amazon でぜひゲットしてみてください。ここでペン先を見てみましょう。ウィリアム・ミッチェルのラウンドハンドペン。いろいろな幅があるのがわかります。小さい文字を書くときはミッチェル最高におすすめですよ。一番右はインク止めです。先ほど書いたこちらのアルファベットはミッチェルラウンドハンドの4番で書いています。ペン軸は別売りですよ。小さな幅のものは浜根先生はインク止めをつけずに使っています。さて、私事になりますが、この動画は浜根先生チャンネル200本目です。ですので、改めて手書きのメリットを皆さんにお伝えしようと思って書いています。まず手書きのメリット1つ目、一人でできる。手書きのメリット2つ目、上手くなるのが楽しい。やはりですね、何か趣味が欲しいと思ってらっしゃる方多いと思いますが、自分で何か書くというのはすごくおすすめなんですね。3番目のメリットはお金がかからない。例えば先ほどのミッチェルのペン、もう全種類買ったとしても数千円で済みますよ。こんないい趣味あるのかなと思いつつ20年以上やっています。日本語を書いたので少し飾りもこのミッチェルの4番で書くことにしました。色を変えています。先ほどは黒い絵の具だったんですが、今度はパステルカラーの絵の具を作ってペンの裏に乗せました。なみなみなみと書いたり、花を書いたりと、このペンでも色々書けるんですよ。動画いかがでしたか？手書き好きの方は使ったことのない道具にワクワクすると思います。つけペンなどアナログの道具は慣れが必要ですが、使っていくうちに馴染んでくるものですし、その過程が嬉しいものですよ。お知らせです。2020年7月にスタートしたカリグラフィーオンラインサロンがあります。書体や道具の基礎知識など知ることができます。ご興味ある方は概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。YouTube では引き続き手書きの技を幅広くお届けします。
チャンネル登録などよろしくお願いします。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。